あ、ゴム取れてる。あ、待ってた。こんばんは、遅くなりました。今日の晩ご飯美味しそうでした。今日の晩ご飯美味しかったです。こんばんは。びっくりしましたよ。結構もうちょっと下向けたらいいかな。こんな感じ。あれ、ミスボラスイッチ。お夕食美味しかったです。学生さんですか。ありがとうございます。夕食はですね、夕食はまあツイッターにもあげたんですけど、完備でございます。お安いですね。こんばんみ。お風呂はですね、お風呂はどうだろう。あのお風呂に関して言うと、マイナスでびっくりすることとプラスでびっくりすることあると思う。宿の雰囲気は、あの宿の人ものすごく親切ですね。映ってるかな。お、いらっしゃいませ。で、このエビがですね、エビが何エビって言うんでしたっけ。これこいつ、マダムとの会話。ああ、マダム、そうですね、お母さんの方、おばあさんじゃないけどお母さんの方とはちょっといろいろ話したかな。あ、コウスケさん、いらっしゃいませ。悪い方、まあ、そのあたり細かく言うのがいいかな。悪い方は、じゃあ簡単に言うと、あ、ライクさん、いらっしゃいませ。ゆえにゆえにってなんだ、今の。あ、うちわエビか。うちわエビか、あれ。そうですね。うちわエビ。伊勢エビよりもちょっと柔らかい感じかな。伊勢エビほどプリップリしてなくて。で、美味しかったです。すごかったです。こんばんは。トータリ、ん？トータリ。あ、当たりか。なんで当たりって読まないんだ、当たりは。トータリ、当たりはリだけ振ると当たりって読むのかな。うん、平べったいやつです。初めて見ました。初めて食べました。ガリガリですね。うん、ガリガリ。私はガリガリじゃございません。そう、桜さん。カナダの桜さんからもらった情報で、高校生でありがとうございます。まあ、本気では思わないけどな。一泊5500円でございます。お風呂はですね、あの脱衣場と湯船が、あの、なんていうかな、仕切られてるんじゃなくて、完全に仕切られてるんじゃなくて、あの、西部劇で、酒場に入るときのあの、クランクランしたドア、クランクランドア、あれしかないので、結構あの、なんていうのかな、脱衣場でカメラを構えると、曇って取り返しがつかなくなる感じ。あれですよね、あれ。あ、スイングドアか。そうですね。で、プラスのところ映ってるかな。あ、お疲れ様です。メガネ、いや、あの、いずれ変えます。いずれ。ちょっと待ってください。お風呂入るときは、カメラ後ろにかかったまま、ん？後ろ、ん？白みがかったまま、あー、ちょっとこれ上が明るいからかな。日に焼けて、あ、そうですかね。つるつる。あ、なんか上の方これ白い？上の方が白い。あれ？なんかこれ上半分が白いですかね。これ、曇ってんのかな。で、あの、プラスのびっくりするのはこういうところ。あ、浴衣、そうですね。浴衣じゃなくて持ってきた寝巻きというか T シャツ着てますね、いつも。これ見えるかな？あの、大海島っていう、この旅館の名前になってる青海島っていうところの名所がなんか再現されてるんですよ。鮮浴槽、そうそう。ジオラマがありました。ですね。中房放送で、あのこれ水槽、これ何を映り込んでんだろうな。昭和のお風呂、結構あの設備はあちこちですね。お知り紹介、結構設備はまあ古いところが多いんですけど、この奥にあるやつ、あれ造船所って書いてあるんですよ。大見島、あの大見はあの近い絵の大見じゃないですけどね。あとここ島じゃないです、駅前です。あの、駅前までさっきあの、飲み物買いに行ってきました。あの、サンダルで歩いて。そう、風景の。
そう、カモメとかも妙に可愛いんですけどね。ジオラナでございます。あ、でもさ、これ曇るから、じっくり撮れなかったんですよね。この辺りのカモメとかも可愛かったんだけどな、全然撮れてない。ウミネコかな、ですかね。あ、ちなみに洗濯機も使わせてもらいまして。で、クジラ資料館、あ、それ知らないです。枕、私はまだ自分じゃわかんないな。カッパエビセン。これ見てわかるかな、この写真見て。洗濯機は裏では多分家で使われてるものを勝手に使わさせてもらったんですけども、勝手というかこれ自由に使っていいですよって言われて洗剤までもらって使ったんですけどね、これどういう洗濯機かわかりますか？二層式。二層式、そう。二層式について、あ、奈良さんいらっしゃいませ。二層式のやつですね。あ、隣に人が来たからちょっと、大丈夫かな？あ、多分これ、私よりも後におそらく予約してきた人かな？なんか私が一旦表に出てからこの二層式に行かなきゃいけなくて、出入りしてる時に奥さんが何度か出てきて、多分まだ来てない人がいるんですよ。の人が今着いたみたい。うん。何年ものわかんないです。で、この二層式のコツとしては、最初に水と洗剤入れて回す。で、すすぐ前に脱水する。そうすると、すすぎが早い。というのを初めて知りました。昔キャンプ場で使ったことあるんですよ、二層式は。でもやっぱり同時にできるからか。ああ、なるほど。一畳かな。いいですよ。これ四畳かな。四畳半ってやつかな、いわゆる。じゃないですかね。フォロー。何でしたっけ、常識ですか、常識ですか。脱水。常識、あ、節約になるんですか、あれ。ああ。でも確かにそうです。全自動でも、すすぐ前に脱水してますよね。確かに。長すぎるよ、これ。これ？ああ、曇ってますか。多分これレンズの中だともうどうしようもないですね。カバー外して、もう一遍カバー外して、一晩乾かしておきます。うん。私の世代は嫌。ああ、どうだっけ、うち、どうだったっけな。で、そこまで年齢層上なのか。うん。次回の。ああ、なるほどね。あんまり間開けなければってことですね。間開けるとなんか、いろいろ湧きそうだから。菌が湧いてしまいそうだから。マイク持って、いやいや。ちゃんと閉めとこ。昭和50年、40年代ですよ。高いやつ。本当に高いのか、逆に。リバースじゃないかな。コーラ結構好きですね。次回の、おお。これはなんか、ロンドン2012。昭和46年、惜しい。1年違いますね。じゃあ、ゼロの捨て間ってことで、夕食で本当腹いっぱいなんです。ご飯、軽めで2杯にしたんですけど、おかずが多すぎて、腹いっぱいでございます。あと、吸い物に見えたのあれ、そうめんがいっぱい入ってたんですよ。特保コーラ、私飲んだことまだないです。いっぺん飲んでみようかな。四十男として。ゼロ。うん、皆さんがその徹底的に使えないと言ってるところがよくわかんないんですよ。そういう機能使ってないからかな。オランジーナ今日ないです。くず切りも、くず切り？なんで？ロンドン、あ、ですか。このオリンピックの。じゃあ、先に言われた。じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。ぷぷ、紅茶で乾杯。乾杯。ぷぷ。あまりゲップが出ないように、このぐらいにしとこう、最初は。ああ。これ、駅前の自販機で買ってきました。あと、駅前のですね、駅前のなんとか、P マートか。P
フィーマートっていうコンビニ検索したら出てくる駅前のコンビニですね。もう8時か9時ぐらいで閉まってました。確かピーマートだったと思うけどな。あ、そう、乾杯ネタ確かに真似してるとこあるんですよね。でもなんか夜の宿配信でなんとなく間が持たないので、あと実際あの喉乾くので。バンビです。どんな晩ご飯、また見せろって言うんですか。コンビニ、いや、コンビニでしたよ。検索で、だってコンビニ検索で引っかかったんだから。スプーン。あ、メガネ。はい。このあの、右上に映ってるフライがですね、コンビーフナスで挟んだやつと、ん?ツワノで突然、あ!え?今日無事来たくて、そんなに回られてたんですか?あの、ツワノ駅で突いただいた方ですよね。ありがとうございました。あ、そうか、本当に旅行だったんだ。日帰りみたいな感じかと思ってました。ん?ドジある人?あ、DJ。何でしたっけ?な、あの、コンビーフナスで挟んだやつと、肉とチーズとシソを巻いて揚げたやつ。これがうまかった。まあ、普通にあの、コンビーフ、あれ今何て言いましたっけ?コンビーフじゃなくて何て言ったっけ?コンビーフ?コンビーフ?一泊5500円でございました。180円。見たいっていうのもよくわからんな。はい。ガラスの皿。ガラスじゃなくてあれはですね、フグ刺しのパックなんですよ。あれ?パックで、まあ、パック自体自分で開けたんですけどね。ああ。安いですよね。で、あれ?ん?ピント合わないですね。あ、この紙1枚だけです。どうした?どうした?予約は電話で取りました。あの、あった。今この状態です。今日はですね、徹底的に電池がもうなくなったんで、あの、炭酸やら、デジカメの電池やら、で、今日完全フル充電の状態です。すぐも夕食に出ました。出ました。オートフォーカスがなんか効かないですね、あまり。まだ炭酸電池、まださらにもう2本充電しなきゃいけないんですよ。だからあれが終わるまで待ってると寝られないかな。トータル、15アンペア。ああ、大丈夫だと思いますけどね。でも充電するとき結構食ってるのかもしれない。こんばんは。窓の眺め。実家は夕食にありました。刺身で。バッテリー。そうそう、あの、ひでぼうさんという方に、あれ?ひでぼうさんでよかったっけ?肌が赤いよく言われるけど、あんまそうじゃないと思いますよ。近くで見ればよくわかると思います。ちょっとこれ、ちょっとずつ見つけるか。あ、そうそう、予感。あ、でですね。ん?メガネ、そうですね。そうですね。電波ないですか?ああ。明日はもうちょっと早く出たいけどな。そう、明日で悩んでるんですよ、だいぶ。で、こいつはですね、あの、さっきから、これ別に電源入ってるわけでもないのに、中にお湯が入ってるのが冷えていってるせいか、この辺りからですね、あの、チューとかキューとか音がするんですよ。間欠的に。あの、今どちらかというとあっちの方がうるさいんで、あの、明日、70キロぐらいで計算すると下関つかないんですよ。これがなんか、この隙間からなんか空気吸い込んでるんでしょうね。勝手になるんですよ。最初なんだろうと思ったら。で、窓の外?カプセルか。カプセル止まったことないんですよね。これ、無理やり開けていいのかな?よいしょ。あ、これ駅前の通りだ。で、これ、窓開けてる人がいたら聞こえるな。カズとカン。他人のいびき。あ、カーテン。こんな感じでございます。北九州は
危険なのでリンクをした方がいい。どっちに行けるかっていうと、あっちに70キロ、ちょっと、あそこにあの、なんとか反応。そうですね、これ手洗い。ああ。うん、そう、あの、最初に、あの、橋の最後、最初じゃない。今日の橋の終わりに見たとこですね。なんか今、こっちからだと暗くて見えないけど、道歩いてくる人の足音が聞こえたんでやめとこう。あ、私ありがとうございます。あ、いかん。よっと。壁ドンは、どのぐらいだろうな、聞こえてるかな。1階にいると結構2階の足音は聞こえます。で、これが、押し入れの中。仕事してましたね。こたつだ。こたつだ。あ、島津とかも見えましたよね、やっぱり。そうそう。あの、仏壇の、あの、仏具の店らしいんですけどね。明日は、ですね、朝ごはん7時からなんで、7時からでいいですって話をしたので、そう、10時の家紋です。なので、8時に出れば少しは距離稼げると思うんですけどね。でもどうせ悩んでまた。あ、でもやっぱ白いか。白いか。あ、ランキング、そうそう。どんな自転車？どんな自転車写真あったっけ？あ、そうそう、無理をしない。あの、頑張らないはちょっと平地の話であって。無理をしないは峠まで含めたとき。ん？絵の右を、ん？箱みたいになって何ですかね？え？絵の、絵って、あ、これか。あれは、多分、エアコン料金箱の慣れの果て、今繋がってないです。無料になってるんですね、今は。明日のうちに、川棚温泉で多分夜、野宿するとしたら、多分川棚温泉でお風呂入ると思うんですよ。なんですけど、あ、いらっしゃいませ。なんですけど、その先ですね、道の駅もなければ、あの、駅寝できそうな田舎駅もあんまなくて、川棚温泉まで行っちゃうと、割と駅が、あの、駅の周りに民家があるんですよ。で、エアコンの規模、そうですか。私の自転車はこうです。今ハマってる、キングダムラッシュ。あ、そうか。オートフォーカスオフしてた。エアコン料金あるとこもあるんですけど、ここはもうやめちゃったみたいですね。あ、河田温泉、河原そばか。福岡の実家にいた時に CM 何度か見たような。まあ、こうなので、こう。はい。高知電車です。今美味しかったです。ちょっとあの、夕ご飯の中でも、私が遅く着いたからだと思うんですけど、茶碗蒸しとかが少しぬるかったのあるんですけど、それ以上に美味しかった。やったで、あの、ツイッターでも書いたんですけど、自動車。自転車がひっくり返ってますよ。ひっくり返ってる。あれ、スタンドないからですね。自転車。ちょっと大きな声じゃ言えないけど、30万のに乗ってますね。あ、そうそう、さっきちょうど母から電話があったんで、あさって昼頃に福岡のその小賀市の実家に帰るつもりだっていう話をしてきました。あ、してました。30万円ございます。今日の夕日綺麗でしたね。で、オフトフォーカス、あ、来た来た。川棚温泉、ですね、お風呂は、お風呂はなんて言ったっけ？あ、私は髪型が母親に出てして、あの、思いっきり癖毛でございます。ん？雨？昔の、部長さんに一応連絡しました。部長さんも明日、関東戻りだそうです。なんだっけ。あー、ちょっと、ダメだ。なんか答えようと思ったもの忘れてしまった。1日何キロ？まあ70キロぐらいですね。ん？あの日プレゼント、まだ。紙質、あ、紙質、そうです、そうです。紙質でございます、確かに。母はいや、もっと上ですね。今日の夕日は綺麗でした。夕日というか、まあもう沈んだ後なんですけどね。ああ、下関までは多分たどり着かないので、アップダウンも結構細かいのがあるし。なので、下関の手前でどっか。で、
アベレージ28以上、とんでもない。冗談でしょうっていうぐらいですよ、私から見たら、そんな。腹を叩いて、映ってないや。本数が少ないのがですね、温泉で、臨港か、ん？東京にしろ、そういうあの、生々しいこと言わんように。ちなみに、岩国国際、でも岩国にはちょっと、ここ、あやの配信。今日は特にそんなネタあるわけじゃないんですけどね。そういうこと聞こえてると思う。途中通るところというか、これ、この駅に寄ろうとするとかなり登んなきゃいけないんですよね。100メートル以上登ったところにこの駅がある。徳牛。中に。徳牛。これは鉄の人には有名な南独駅名ですね。徳牛。これ知ってる人いるんですかね？どのくらい有名なのかな？こっと、出た。そう、こっといって読むんですよ、これ。ちなみに、この駅だと駅寝しやすそうです。今回、野宿の2回目として、駅寝やってみようと思ったんですけどね。ただ、この徳牛、こっといの、70キロ地点のその、川田の温泉まで行ってしまうと、もうそこから先は割と市街地なんですよ。川田の温泉の2つ前ぐらいが、本数がむちゃくちゃ少なくなって、なんて言ったかな、なんとかっていう駅からこの今最寄りにいる長戸市駅までの間がめちゃくちゃ本数少ないんですよ。そこから先、川田の温泉のあたりはもう列車の本数多いんです。だから駅根とかできない。こと変換できる。角島でキャンプ、それは怒られるんじゃないかな。そういうことしたら、でもまあ駅根自体も別に正式にやっていいことじゃないんですけどね。焼肉屋がなかったら、ほうれい線って何でしたっけ？ほうれい線。年齢的なやつ。こっとい。でも読めないんですね。棒読みは。キャンプ場ある。でもそれだったら、こっとい駅根とかの方が、角島まで行って止まってしまうとちょっと、口の周り、これ。結構私はもうこの線は固定してきましたよ。都市相応に。明日は駅根とかするんだったら自炊できないですね。駅で自炊はさすがにちょっと、どうかと。8時、9時じゃないんでしたっけ？こっといが8時だったかな。これですか？これ。そうそう、これ親にも言われましたよ。シワがくっきりしてきたねって言われました。どっから自転車で、今回は津和野からスタートで今日3日目です。津和野から増田まで40キロ。で、初日、それが初日、午後からですけどね。で、増田から萩までが70キロで、それが昨日。で、昨日雨降られました。で、萩から、なんだっけ。43、だから42ですって言わなかったっけ？言ってないか。てか42だったかどうかはっきり覚えてないんですよね。仕草がそれを褒められてるのか、褒められてないのかがわからない。そう、自転車旅、それ。自転車旅したいとそう思わせるのがこの放送の目的です。まさにそれが。私がこの放送をやってる目的はそれです。ありがとうございます。年上だけど。42じゃなかったですか？頭頂部。いや、どうだろう。自分じゃもう見てないんですよね。あと白髪が多い、白髪。このあたり白髪ですね、全部もう抜けないぐらいの、もうとっくにですけど、白髪全部抜くと髪量がだいぶ減るんじゃないかってぐらい白髪が生えてきました。今リエさんなんて言ったんだっけ？ダメだった。今年42でしたっけ？いやー、今もう42じゃないんでしたっけ？本当になんか今調べないとわかんない状態になってます。横から来ますね。
あとこの辺りもうちょっと出るようになりました。やっぱり年取ってんだなと思いますね。うわ、なんで、なんで乗りたいです。そうですか。あれ、なんで、なんで、あ、さっき、そうか、さっき持ち歩くときに外したんだ。ああ、ちょっとびっくりした。ん、50キロ以上のとケツが、あ、結構慣れますけどね。慣れるというかサドル変えたりいろいろと。ん、仲間が、うん、去年、あれ、そうでしたっけ、まだ40になってなかったっけ。まあ別に変わらんけど。あ、反り込みってこの辺りでしたっけ。うん、尻、あ、まあでも痛くなると痛くなりますけどね。私もこの間Z さんと肌野さんと峠2つ越えた時にはですね、翌日がえらく1日100キロが大丈夫になりました。私はもう大丈夫じゃなくなりました。前は100キロ走ってたんですけどね。ん、地元仕事でよろしく。ああ、年末42とか言ったら怒ったくせに、すいません、本当に忘れてます。そうだったっけ。マツコデラックス、そうなんですかね。さて、明日本当どうするかなんですよね。川田の温泉で風呂に入るっていうのは距離的に多分ちょうどいいんですけど。ん、何島、大久野島ってどこでしょうかね。この近くかな。冷パン、私は冷パンは、冷パンはこの、この端のところに、冷パンのその、この端のところの固定するためのゴムが痛くて痛くて死にそうになります。というのと、やっぱりタイトとか冷パン履くと、なんかやっぱり、なんか無難な言い方ないのかな。まあちょっと固定が必要な体の部位が、冷パンとかだとうまく固定されないんですよね。だから自転車乗るときは、ブリーフの方が私は動きやすいんですけどね。長時間、ケツ、まあ、日によりますね。いや、つきたくないです。今日早く寝ないと。冷パンとかし、ん?閉める、諦める、どっちだろう。いや、冷パン私一時期履いてましたよ。北海道レーパー委員長で走ってた時もあります。でもやっぱ痛くて痛くて、レーパー脱いだ後にここにくっきり跡が残って、それで風呂に入った時の痛さがもうびっくりですよ。びっくりでございますよ。あ、そう、ひでぼうさんのおかげでウェブカメラの曇りも治ったし、今日は充電 していただいたおかげで、というかどうも外部バッテリー1個下手ってますね。こりゃ丸1日分しか持たなくなってきてる。ん?明日の予約、いや、あ、明日の放送ですか。放送の時間決めるのいつもなんか怖いんですよね。その時間にスタートできる自信が全然ないんで。縫い目が、あ、じゃああと1分ですね。じゃあこの後もう少し悩むというか、少しでも早く寝た方がいいかもしれない。ん?何を交換したら、あ、もう流れてる。すいません。何メソッド?あ、マラさんのあれはですね、あれで対処できないぐらい中に水がザブザブ入ってたんで、痛くなるのはどうしても痛くなりますね。じゃあ、お疲れ様です。また、あ、リエさんありがとうございます。充電。あと10秒。ああ、そこ折り返すっていう話も聞いたような気がするな。じゃあおやすみなさい。また明日。